ライジングコート瑞穂通り、まあマンションばっかだよね、どこもかしこもね。まあでも土地の有効活用という言葉からすれば、まあマンションは理想的、何倍にも高く売れる、儲かるで、マンション業者の方はそれはそうしたいですわね。まあ住む人もね、地面には接してないかもしれんけど、高い場所かもしれんけど、その場所に住める、まあその夢が叶うっていう意味ではマンションはいいんでしょうね。さあ瑞穂区役所の前まで来ました。どれ綺麗になったねこれ。っていうか前の古い区役所の建てがどうだったかさっぱり覚えてない。で前には懐かしい市場、公設市場あるね。瑞穂区役所駅、瑞穂警察署前を通過。バス停は瑞穂区役所ね。ちょうど左手のところは昔でいう尾張高校とか随良高校、その辺があります。前取材行ったかな、だいぶ前に行った気がするけど、まだ動画の人なんだ。お、畳屋さん営業してるな、そこ超レトロな畳屋さんね。博物館前まで来ました。サルバトーレ・クオモ書いたことある。博物館前もうちょい行くと桜山市大病院、その辺ですね。ちょうどね今左手見たら背の高いマンション見えた、暑さの家の南側あるマンションだね。さあ今左手、ちょっと左手映しときますか。ずっと商店街山田餅あるよ。右手が今博物館、このねピャーっとまっすぐね、まあ、アーケードの屋根があるでしょ。この辺りだけだね、屋根作り変えられて残ってるのはこの辺だけですね。でクック瑞穂、クック瑞穂、あの看板レトロだよね。から向かい側は三島屋本店、あっち側もレトロだよ。右奥入っていくとちょっとレトロな建物があります。床屋さんとかね、多分視聴者の皆様もご覧いただいとる、いろいろこうね、激渋な食堂を回る方の動画とか、レトロな食堂を回る方の動画ってすごい人気だよね。まあ視聴登録者数、視聴時間数、視聴回数を考えると、やっぱりそういう人気ネタを追うっていうのは一つありなんですけど、まあね飲食はねお金かかるもんでかな行くたんびに金かかるでしょ。なんでねできんのです、私は貧乏だもんで金ないから自転車乗っとる部分もありますし、お金ないもんでねできません。いくらね激渋食堂でもね100円200円で食べれるわけじゃないので、私はちょっとそのネタはできないな。だで30円のみたらしだわ、ね、詳しくはあの30円のみたらし動画見てください、ご覧ください。もう見たわってか遠いと思うけど、何度でも見てください。ちょっとだけこの一角行っておくか。あんまりここ車ではしょっちゅう来るけどね、いわゆる昭和税務署の方向、滝子の交差点出ます、これまっすぐ行くと。ちょっとここのね一角今日行ってみますか。左入ります。お、あるじゃんあるじゃん、レトロなのあるよ。これこれあの壁の上見るとゾクゾクするでしょう、マニアの方。あるよ、レスト&コーヒー、ピリケン、ピリケンって書いてある。なかなかいいね、よかった一本ぐらい入って。ここは車で通らんもんね、通らんもんねって言われても知らんわって言われそうだけど、通らないですよ私は。さっきの環状線と並行している道路を、あ、この通りで通ったことあるな。こう北から通ったことないもんで気づかなかったかもしれんね、今のお店もね。あ、これもいいじゃん、これいい感じだね。札幌ビール、白鳥、酒の中の酒、金氏政宗、ええな。建屋が偉いね、レトロだよこれ、かなりレトロやな。まあここもすごい、これもすごかったね。なんだろう、お医者さんかな、なかなかいいよね。なんて書いてあった、愛知県環境衛生業組合員証、違う、ビューティーサロンって書いてある。ビューティーサロン、いわゆる美容室です。いやすごいレトロだよ。いや始まった、いつものねこの寄り道癖、まあ、ただ寄り道すると大体ね当たりですよ、大体当たる。なので寄りにしようと思った時は絶対します、大体当たり。まあ今も2つねちょっとなかなかの物件を見つけたんでよかったなという感じですけど、あんまり南行ってもあとまた違うとこ行ってもらうと、ちょっとこっち行くか。ちょうどだから大谷高校ね、前の尾張高校の北側ぐらいですんだね。ではこの一角ちょっとついでに走ってみますか。思い立ったが吉日。あとね、私なんでそんなとこで歯入っとんのってよく言われますけど、あんまり肺が丈夫じゃないんですよね。
だからまあ運動健康増強を兼ねて自転車乗ってる部分もあります。もともとね小児喘息やってるんで、私は本当肺は丈夫じゃないんですよ。だからもう少しでも鍛えて長いしないかんでね。なので母が行っておるシーンが多いかと思いますが、ご了承ください。まあデブっていうのもあるよね。一時3桁まで来ましたんでね、ついこの前びっくりしたわ自分も。さすがに3桁はまずいだろうっていう3桁はねまずいわ。ここ通れるかな、通れるか、通れんな、人の家入っていっちゃう。でもね3桁行ったけどね、そこから8キロ落としましたよ自転車で。マジで自転車もねそれなりに距離乗るとね、まあなんだかんだいいエクササイズですから、食生活を見直しつつ自転車乗るってなると痩せますよ。それはまあ個人差あるけどね、個人差は当然あるけど、私は実績出しました。まあまた戻ったけどねまた戻ってまったな、まあ、今3桁ないですけど、ちょっと 戻しとると思う。多分なんでかというとね、会社でよう貸し食うで、会社の同僚の皆様はよくご存知だと思いますがね、一緒になってわーわーたくさん貸し食っとるもんで、あれがいかんわ。貸し好きだでかんわな、とにかく。そこレトロだね、なんとか販売所、何具も販売所って書いたらちょっと読めんな、お米屋さんがあるな。でもね割とあれ瓦見るとちゃんとしとるね。大体ね古く朽ちてくると瓦が下がってくるんですよね、屋根。やっぱ重たいから屋根のね中央部分あたりとか下がってくるけど、まあそう下がっとらんな。ここなんとか電気商会って書いてあって、あー結構レトロだね。島電気商会、こっちもレトロだな。これなんだ、これなんだ、わからんな、わからん。手打ちたらいうどん美濃屋やっとるか。たらいうどんいいね。たらいうどんの横は何だったんだけど、あ、兵庫市じゃないけどね、なんかのドラマで出てきそうな兵庫市のお店じゃないけど、兵庫の店、筑花堂、筑花堂、竹花堂、筑花堂、わからん。兵庫市なんかかっこいいよね、兵庫市って。滝湖方面に、西方面ですね、方角でいうと西方面に向かっております。あ、そこレトロじゃん、この建屋。なんか知らんけど、何すごいね、いいね。ネギ刺したおじさん、おじいさん、いかにも買い物行ってきましたみたいな。ネギはうまいよね。私も食べることは好きですけどね、まあ、好き嫌いほぼありません。今はないな、その特殊な食べ物は別としてね、今はないですね、もうなくなったな。昔はねグリーンピースが嫌いだった、グリーンピースが食べれんかったけど、今は、まあ、グリーンピースは別に食べますよ。ただね思った、豆の類ってね結構グリーンピース皆さん苦手でしょう。であと何豆、レンズ豆もそうかもしれんし、何豆かなと、なんでみんな嫌いかなと思って、この前よく考えたら味がないから、豆にボソボソしてて味がない、豆そのものがあんまり美味しない、うまみがないから。だからですよ、なんか前にちらっとレトロっぽいのが見えるんでちょっと行ってみるか。そう、うまみがない豆はね、大豆とかうまいもんね、うまみがやっぱり薄い豆だからみんなもボソボソして食べたくないっていうね、そういう話ですよ。ここレトロの家だな、すごい立派、いや立派や。